インランの陣は、フランス、カレー近郊バランゲムの平原で行われた、イングランド王とフランス王の会見、あるいはその際に設けられた会場を指す、ニシキ屋の会見とも呼ばれる。1518年の英仏条約を受けて、両君の信仰を深めるため、ここで1520年6月7日から6月24日に、かけて、ヘンリー・パスセイとフランスは一席の会見が行われた。 なお英語におけるフィールド・オブ・ザ・クロス・オブ・ゴールドは特定の金の布地とは関係ないことから一種の語法違反であるが少なくとも18世紀以降の英語に浸透している故障であるウルジー・スー・キ教この時期にヨーロッパ大陸で2つの教国が誕生していたフランスは一世が治めるフランスカール五世が治める神聖ローマ帝国であるイングランド王国はこの2国から 力は劣っており、この二つの主要勢力から同盟国として求められていた。ヨーロッパ南東部へのオスマン帝国拡大に対し抵抗することを支援するヨーロッパ主要国の間で不可侵協定として1518年ロンドン条約はまさに締結されたのだった。ヘンリー・パッセイも禁断の陣の1ヶ月前にカール5世との会見を催した。 その後、イングランド王国が大陸で唯一所有していた、カレーで会見が行われたのである。ヘンリー・パッセイとフランスは一世はどちらもルネサンス期を代表する君主とみなされたい望みを持っていた。ルネサンス期の思想では、強力な君主が権力の場から平和を選ぶことが可能だと考えられていた。会見は、両国の宮廷がいかに壮大であるか、伝統的に敵同士であった。 国家間の相互の尊敬と平和の根拠に、この会見がどのようにあり得たかを示す計画であった。ヘンリー・パッセイとフランソワ・イッセイは、二人とも同年代で殺うとした男性であるという評判を持ち、互いに対して関心を持っていたことは確かであった。すべては両国に平等に提供されるよう手配された。会見会場は、カレー周辺のイングランド領の教会に位置し、 最初の対面の舞台となった谷は二国関係者の高さが等しくなるように整地された。行事の全体は、ローマ教皇レオ十世の教皇施設として大きな影響力を有していたカリスマ的で雄弁な外交官トマス・ウルジー・数ー教が計画、実施した。ヘンリー・パス・セイ、フランソア一世まばゆいテントとそれに使われた布、大きな共演や音楽の縁、騎馬試合と、 ゲームが行われ、両国の王たちは相手よりも優位に立とうとした。テントと衣装は会見の場がその名を取って名付けられたように多くの禁止折りで誇示されていた。最も手の込んだ準備は二人の君主たちと彼らの大勢の随行員たちの宿泊のためになされた。そしてヘンリー・パッセイ側は特にこの会見をヨーロッパ多国へ追う。グイド城の前には およそ1万平方 M の面積をカバーする仮設宮殿がイングランド王の歓迎式典のために建てられた。宮殿は中心の中庭と共とに4つのブロックがあった。両側は長さおよそ91メートルであった。唯一の頑丈な部分はおよそ2メートル半の高さのレンガでできた基礎であった。レンガ基礎の上に10メートルの高さの壁が材木枠にキャンバス地下、 布を貼って作られ、石かレンガに見えるよう塗られた。傾斜している屋根は、スレートに見間違える鉛色で塗られた油布で作られていた。同時代の人々は、宮殿の客が屋外にいるよう感じた、宮殿内の巨大な一面のガラスについて特に触れている。それは最も贅沢な流行の品で飾られ、黄金の装飾がふんだんに備えられていた。 赤ワインが外の二つの泉から流れていた。付属礼拝堂には35人の聖職者が使えていた。作曲家ジャン・ムートンはフランス王は一世より音楽の縁の担当者とされたと言われている。フランスの王室礼拝堂にはヨーロッパで最も優れた合唱隊に数えられた合唱隊がいた。同時代の話では彼らが聴衆を喜ばせたことが示されている。 テントの一つに使われた木製の天井は、後にアイサムモート内の心霊廃堂に設置されたのかもしれない。天井は色が合わせているものの、禁断の陣の特徴が今も見られるのである。ヘンリー・パッセイの随行員の規模は、1ヶ月で2200頭の羊と同程度の食品が消費されたという事実から推測できる。城の向こうの平原では2800ものテントが、 階級の低い訪問客のために設営された。その全体の眺めは大きな動画であった。その服装でわかるように贅沢に着飾った貴婦人と騎士たちは栄光と騎士道時代の道楽の復活を熱望し、あらゆる種類の山師、小記、行商人が会場に押しかけていた。カレーからの旅路でヘンリー・パッセイは1520年6月4日に ギーヌにある自分の本拠に到着した。そしてフランスワ一世はアルドルにある宮殿を住居に定めた。ウルジー・スー・キキが見事な腰に乗ってフランス王を訪問した後、二人の王たちは6月7日にバルドールで顔を合わせた。その後の数日間、両王が参加した騎馬試合で日程が塞がった。王たちが互いの王妃をもてなした晩餐会があった。 イングランドとフランスの参加者による弓矢の大会、レスリング大会も行われた。キリストの生体祝日の日である6月24日、ウルジーがミサを取り行い、二人の王は互いに別れを告げた。ミサそのものは、空飛ぶドラゴン、またはサラマンダーが参加者の上を飛ぶという怪事件によって中断された。迷信深い者たちはこれを大きな兆候とみなしたが、 これはおそらく偶発的過去に放たれた花火であろう。説教はエラスムスの親友であるリチャード・ペースが朗読した。なお、ウルジーは列席者全員に職友情を与えている。禁断の人、この会見は同時代の人々に大きな印象を与えた。しかし政治的成果は非常に小さかった。あるフランス人の話ではヘンリー・パッセイは フランスは一世とのレスリング試合で負けたことで明らかに不機嫌になっていた。英仏の二国間関係はウルジーがカール五世との同盟を取り決めた後急激に悪化した。カール五世は1521年に始まったイタリア戦争でフランスに対して宣戦線布告したのである。グストブリース、ミュージック・インザル・ネッサンス、P291、ニューヨーク、 w w ノ n o t e n d c o 1 9 5 4 i s b n 0から393095304ニコルソン N&4 セット E. アイトガムモテナショナルトラストありがとうございます